皆さん、こんにちは。法義で登場してちょっと驚きましたでしょうか <laughs>、えー、実は私が30年前から少年寺憲法を出会いました。少年時憲法では、要するに演舞の時ですね、プレゼンテーションの時はこういう方位で演舞するのは当たり前です。で、今回は当然、まあ、プレゼンテーションということなんですけれども、別にあの規定概念を問われない。もうやっぱり私が こういうふうに皆さんに一番見せたい演武は何なのかというとやはりこういうちょっと驚きこれ大事だと思います30年前私が少年時憲法始めた時はすごく日本に関心持ちましたもう皆さん30年前はまだ本当に日本の文化は海外にまだ普及してない私が日本に興味ある日本語を勉強すると言いましたら周りからすごく 否定されましたまずは、えー、どういう否定があったのかというと,、えー、と私がまあ中学高校で一応スペイン語を勉強しようとしてたんですけども、えー、なかなか、えー、やっぱり語学は得意じゃなかったんですからスペイン語できない君は日本語をしゃべれるようになるのは絶対ありえないと言われましたまあなんとかそれが乗り込みましたでもう一つはやっぱりこれがよくあったんですけどもいや日本に行ってどうするんですか これ遠いし、もうあのこれアメリカいっぱいあるんですから、ヨーロッパも豊かだし、なんで日本に行くんですかと。でも私が考えたのは、日本に行ったらきっとチャンスが生まれてくるじゃないかと。まあ自分の、まあ、一つの使命は、日本に行ったらもうあのまず日本語を勉強して、まあそこでインスピレーションが来る、そこでいろいろ出てくる。まあそういうふうに信じて、えー、しました。 でそこにですねやっぱり私が一番大切な、まあ、存在は僕の母親、お母さん。私のお母さんがずっと、まあ、あの私が何をやりたくてもいつも応援してくれました。で私のお母さんがいつも僕に言ったのは、やはり、えー、天井を見るなと。青空を見てくださいと。天井はやっぱりこれ、これ国境ですよね、境ですね。でも青空はやっぱり可能性です。でどっちが大切ですか それはやっぱり皆さんがやっぱりぜひちょっとこういうふうに私の青空の見方をぜひちょっと紹介したいと思います。あのまあさっきの方位でこういう出てきたというのがちょっと皆さんがどう違和感があったかどうか聞きました。まあ場合によって私が日本語しゃべれることはちょっと違和感持ってる人はいるかもしれないですね。今でもまだ言いますよ。私が日本語でしゃべって英語で書いてくる。 あるいはあので日本語で喋って英語で書いてくるじゃなくて、I don't speak English 英。英語でしで喋ってないので、ぜひ日本語でしましょう。<laughs> この写真見てどうですか違和感ありますかあまりないですよね。これは、まあまあ、盆栽だし、日本人だし、まあ、これが普通ですよね。これどうですかいや、珍しいなと。 こ,のあこういうふうにな,なんでこの外国人が盆栽であ珍しい外人だなと実はこういうような話は私日本に来てからよくありました、えー、と我々日本人でよく話,があの話をするとです、ね、アメリカ人はどう考えますかとすごいプレッシャーきますよね アメ,リカの代表アメリカ人の代表としてアメリカ人どう考えるのかと大統領なのかとね。いや、うーん、そうだな、まああので、で、こういうことですよ、やっぱりこういう、あの本当にこういうふうに境をつくるのはよく今まで日本に来ていっぱいあるんですよね。ただ、これが正しいですかと。まあ、私から見るとですね、こういうふうに日本人でもみんな、 同じ考え方という人がいるわけないんですよね。少年時憲法が私が少年時憲法好きですけど、日本人みんな少年時憲法好きですかと。いや、そうでもないですね。少年時憲法が好きな人もいるし、IT でもいるし、全くスポーツがあの嫌いな人もいるし。と <laughs> いうことが、本当にこういうふうに日本人、アメリカ人、その公共を作るのは、これ正しい見方ですかと。逆にこういうふうに見たら、 いっぱいやっぱり世界観が出てくるじゃないかと。でそこは、まあ、私たちがですよやっぱりこれ共通点は何ですかと。やはりもう我々がですね日本人、外国人じゃなくてまあどういう趣味は何ですか私が日本に来てやっぱりこの少年時憲法の、えーまあ、あの,あのお友達がすぐできて同じ共通の趣味ですからそこでやっぱりかなり日本語あの勉強できたんですよ。ね、まあ こういうふうに、やっぱりこういうふうに世界観を持つのは、これが正しい見方じゃないですかと。Can you eat sushi? よく今まで日本に来て28年前から、もう今,今も実はですね、ちょっとあの後ろの方、スタッフの方で、もっく久しぶりにあのあお寿司が食べれるんですかと。まあ、なんで皆さんは、 あのこれまあ、日本の,あの,その食文化ですけど、なんで外国人が寿司が食べれないと思っているんですかいや、yeah, 我々が。あっ。Hey, お待ちとうさます。すみません、ありがとうございました。<laughs> うん、おいしい。 まあ、これがやっぱり外国人でもやっぱり食べることを好きあのしますのでそれが日本の食文化だから外国人が食べないということはそれは決してあ,のあることはないんですさあ皆さんこれを見てどう考えますか これは何でした何ですかノイズですね、砂らしいですよね。砂らしい。20年前、日本の深夜のテレビはこの状況です。<laughs> 何もない。実はですね、これも30年前のアメリカの深夜のテレビの状況です。一緒。 どうなったんですか。まあひょっとすると今日深夜テレビをつけたらこのことを見るかもしれないです。<laughs> 皆さんはノコギリを使っていてこんな経験ありませんか。<laughs> 怖い。まっすぐ切れない。時間ばかりかかる。 そんなのまあ、あのーまあ、こういうことあるんですけど、ただしですね、これはです、ね、非常に、あのー、面白いことなんですけども、私たちが20年前、この砂らしを見て、いや海外、こういうふうに深夜に通販番組、これが成功したというふうには、もう分かってますよね。で、提案したら、テレビ局は、いやこういう。 こういう通販番組は日本人は好きじゃない。なんでですか誰もやったことありません。いや、誰もやっ,てやったことないから、これが日本人が好きじゃない,ということでどうして分かるんですかでまた、もう一つは、深夜は誰もテレビ見てない。で、なんでそう思うんですか いやなの嵐しかないじゃないですか、それ,それ当然ですけど、あの深夜でつけて、すの嵐見て、おん面白いなと、誰もそういうふうに言わないんですよね。で、どうなるんですかとで、実は私たちがすごい時間かけて説得したら、まあ、まあ、皆さん、まあ、ご存知のこの深夜だけじゃなくて、こういうテレビ番組や、この通販番組ですね、深夜だけじゃなくて、これがぜあの1日あの24時間放映してます。ということは、日本人が好きになった 好き,に好きになったんじゃなくて好きです。ただ、もう一つこれが面白いことなんですけど、これが私たちがそういうふうに説得したことによって、要するにテレビ局はあ、あ深夜は人は見てるんですよね。ということは、今、普通にテレビのコンテンツ、テレビ番組を作ってるんですよね、深夜。ということは、われわれが、まあ、私たちがゼロから、私、英語の先生からえ日本に来たんですよね、ゼロからスタートして、日本書いたんです。 こういうことで何で書いたのかというと、いや、この砂らしからチャンスあるじゃないかと、そこからやっぱりチャンス生まれたんです。さあ、これ皆さん分かりますか実はですねあの、この人はジェイン・フォンダ。ジェイン・フォンダ、これが30年前、1770年代のジェイン・フォンダ。で、ジェイン・フォンダはアロービクスで、まあ、アメリカ、アロービクスが始まったときですね、まあ、単なるフィットネスクラブじゃなくて、 うちでやったらどうですかということで、実はこれ、DVD じゃなくて、昔の DVD はビデオでこれが販売したんですよね。で、皆さんがうちでビデオを見ながらアロービックスでやりました。で、これはですね、まあ、私たちもこれを見て、いや、日本はどうなんですかと。これもですね、やっぱり非常にあのもう肯定概念は、こういうことは日本人は好きじゃない。 これ、うちであのレあの運動するのはそれをしない。で、どうなったんですか七まあ、皆さんご存知ですけども、2007年でかなりもう社会現象になって、ブームになったんですよ。ただ、私が一番言いたいことは、これはさっきの砂らしと一緒ですけども、そんなにびっくりすることないんです。これはやはやり 世界で流行ったことは、なんでこれがこういうフィットネスに関する関心は、これがアメリカ人だけじゃないはずですね、ヨーロッパだけじゃないですね、日本人もいるじゃないですか、こういう共通の趣味、考え方、あるんでしょう。まあ、そこからですね、もうこれ別にあのこれがビデーだけじゃなくて、もういろんなものがわれわれも出して、実はですね、アメリカではこのフィットネス、DVD 市場は1600億ぐらいの市場があるんですね。 日本は2007年の前にはほぼゼロだったんです。今、大体日本はまあアメリカの3分の1ぐらい行ってると思います。我々もちろんやってるんですけど、他の会社ももちろんどんどんやっぱり入ってます。ということは、我々がこういうこと、チャンスがないところから見つけて、あとは皆さんやっぱりこういうふうに他のところもチャンスが見つけてると思います。タイムトラブル。タイムトラブルするのに、ドラえもんの話じゃないんですよね。これ、タイムマシーンが必要じゃなくて、 私がインターネット、テレビ、飛行機、これをあればタイムトラブルが見えるんですね。っていうこと今までやっぱり海外、流行ったことは、やはりまだ日本に来てない。それがやっぱり大きなチャンスだと。これが私たちがやっぱりあのお金持ちしかそれが、えー、チャンスがつかめないとか、頭がいい人がしか,しかできないじゃなくて、いや、そうじゃなくて、パッション。 こういうふうに、あ私がこのことすごい興味ある、このパッシュ持ってる人は、これ見つけたら大きなチャンスあると思います。ただ、それが海外から日本に持ってくるだけですか。ちょっと、もう一回戻ります。外国人がお寿司が食べれるかということ、これが意外とまあ外国人があの食べるのは非常に珍しい。 これ固定概念ですね。でも、どうですかこれは私の地元のニューヨークです。Saint Mark Street この250メートルの間に日本のレストラン9店舗あるんです。28年前、私が日本に来たときは1店舗もなかったんです。こういうふうになってるんですね。実は、アメリカだけじゃなくて世界では日本食ブームですよね。寿司ブームですこれ日本の レストランの増加ですただ、これ、ジェトロの調べなんですけれども、日本人の経営しているところ、非常に少ないです。なんでですかこれ、肯定概念から生まれてきたじゃないですか。日本の食文化は外国人は食べないじゃないかと。ということは、そうすると、それを考えたら、結局、チャンスは掴めない。でも、掴んでる人、いっぱいいます。 ほぼ中国人と韓国人なんですけどもまあ非常につかんでます皆さんここはどこですかどこだと思いますか秋葉原パリですはいちょっと日本人国ここに日本人の人ちょっと手を挙げてくださいおおはいすごいですねえっとコスプレやってる人ちょっと手を挙げてくださいえ アメ文文化化は日本の文化じゃないですか <laughs> なんでやってないんですか実はこういうふうに、パリでこういうふうにやってますが、まあ、非常にもう、私が起業家ですから、もうそれだったら、ああ、すっごいいいビジネスチャンスだなと。で、誰がこのビジネスチャンス掴んでるのか。皆さんがやっぱりこう目の前にこういうことは毎日見てるじゃないででですかな、ね、なんでんでないん掴いですか。 もう一度皆さんが何を見てるんですかこういう外国人がやってるこれ違和感があるということは、あるいはこういうふうに境があるというふうには、ぜひとっ払ってください。こういうふうに日本人、外国人じゃなくて、やはり共通点はどこにあるの共通点からすごくいいチャンスが生まれてくる。それをぜひ皆さんが感じてください。まあ私が企業家ですから、ビジネスは。 見つけけるんですけど別にビジネスということじゃなくて音楽、文化、あのスポーツいろんなチャンスが出ます皆さん何見ますか私の奥さんです <laughs> まあもう一つのチャンスがやっぱり、まあ、恋ですね出会いですえっ、ー、ともう、えー、結婚してもう今年二26年目です子供五5人いますで最後に私がもう お母さんの話しましたね。お母さんに私にいつも青,あの青空見てくださいと。で、最近私がもう今,今日、もうテッドの免疫の話なんですけど、非常に僕はすごく、ここでやってるのはすごく嬉しいです。で、皆さんに言いたいことは、あの、青空見てください。で、私がもう一つ言いたいことは、もう若者がもう最近、平成鎖国っていう話になってるんですけども、まあ私の長男も名古屋の高校から出て、 自分彼の同級生が海外に行ってる人は一人もいないんです。海外ということはいいということじゃなくて、海外から世界を見るということはすごいチャンスです。そのチャンスはやっぱり皆さん掴んでください。私が皆さんに言いたいことは、まあ、今、僕と同じように40代、50代の人は、要するに天井を作らないでください。で若い人には、もう青空を見て、チャンス、これ、自らのチャンスが見つけたら大きな 貢献ができるそういうふうに別にビジネスでもいいし、出会いでもいいし、えー、世界の平和に、これが公共があるのは平和がなくなるんですけど、公共,共がなくすと平和になる。そういうふうにぜひ皆さん、挑戦してください。あ ありがとう